ヤクル、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 何か来る。ヤクル。静まりたまえ。さぞかし名のある山の主と見受けたが、なぜそのように荒ぶるのか。夏なのに、夏なのに、ケイトが暑いのに、ケイトが真夏ぐほう、イノシシがたたり神になったか。足跡をたどってきたのですが、里へ降りた途端わからなくなりました。そりゃそうだろう。ここらを見なさい。この前来た時にはここにもそれなりの村があったんだがな。洪水か地滑りか、さぞかしたくさん死んだろうに。戦生き倒れ病に飢え、人海は恨みを飲んで死んだのじゃでしめとる。たたりというならこの世はたたりそのもの。うまい。里へ降りたのは間違いでした。二人も殺めてしまった。いや、おかげで拙僧は助かった。椀を出しなさい。まず食わねば。人はいずれ死ぬ。遅いか早いかだけだ。ほう、雅な椀だな。そなたを見ていると古い書に伝わる古の民を思い出す。東の果てに明石市にまたがり、石の矢尻を使う勇壮なエミシンの一族ありとな。肝心なことは死に食われぬことだ。いや、これは師匠の受け売りだがな。さあ、そなたの米だ、どんどん食え。このようなものを見たことありませんか。これはイノシシの体から出てきたものです。巨大なイノシシに瀕死の傷を与えたものです。これよりさらに西へ西へ進むと、山の奥のまた山奥に人を寄せつけぬ深い森がある。獅子神の森だ。そこでは獣は皆大きく太古のままに生きてると聞いた。我が名は明日か。東の果てよりこの地へ来た。そなたたちは獅子神の森に住むと聞く古い神か。去れ。ここにも児玉がいるのか。こいつら獅子神を呼ぶんだ。獅子神？大きな山犬か。違う。もっとお金、化け物の親玉だ。
道案内をしてくれてるのか迷い込ませる気なのか。目が覚めてたらヤックルに礼を言いな。ずっとお前を守っていたんだ。どうしてヤックルの名を？自分からいろいろと話してくれた。お前のこともふるさとの森のことも。不思議な夢を見た。金色の鹿だった。獅子神様がお前を生かした。だから助ける。食べろ、亀。辛いか。そこから飛び降りれば簡単に蹴りがつくぞ。体力が戻ればあざも暴れ出す。私は何日も眠っていたようだな。夢うつつにあの子の世話になったのを覚えている。お前が一声でもうめき声を上げれば神殺してやったもの。惜しいことをした。美しい森だ。乙事主はまだ動いていないのか。穴に戻れ小僧。お前には聞こえまい。イノシシどもに食い荒らされる森の悲鳴が。私は朽ちていく体と森の悲鳴に耳を傾けながらあの女を待っている。あいつの頭を噛み砕く瞬間を夢見ながら。モロ、森と人が争わずに済む道はないのか。本当にもう止められないのか。人間どもが集まっている。奴らの火が直にここに届くだろう。サンをどうする気だ。あの子も道連れにするつもりか。いかにも人間らしい手前勝手な考えだな。サンは我が一族の娘だ。森と生き、森が死ぬ時は共に滅びる。あの子を解き放て。あの子は人間だぞ。黙れ小僧。お前にあの娘の不幸が癒せるのか。森を犯した人間が我が牙を逃れるために投げて起こした赤子がサンだ。人間にもなれず、病犬にもなりきれぬ哀れで醜い可愛い我が娘だ。お前にサンを救えるか。わからん。だが共に生きることはできる。どうやって生きるのだ。サンと共に人間と戦うというのか。違う。それでは憎しみを増やすだけだ。小僧、もうお前にできることは何もない。お前はじきにあざに食い殺される身だ。夜明けとともにここを立ち去れ。そして人間たちは森を襲い、獅子神の首を打った。首を失った獅子神はデーダラボッチと化し、すべてを破壊しようとした。私とサンは首を取り返し、獅子神に捧げた。生と死の両方を司る獅子神が選んだ未来は。蘇ってももうここは獅子神の森じゃない。獅子神様は死んでしまった。獅子神は死にはしないよ。命そのものだから。生と死と二つとも持っているもの。私に生きろと言ってくれた。アシタカは好きだ。でも人間を許すことはできない。それでもいい。サンは森で、私はタタラバで暮らそう。共に生きよう。会いに行くよ。ヤックルによって。ヤックル、置いてきちゃった。